どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今日のテーマソングはクリスマスソングいきますよ。もうちょっとでクリスマス。この曲も楽しくみんなで歌いましょう。はい、英語バージョンと日本語バージョンがある曲で、こちらの曲ドン We wish you a Merry Christmas。 日本語のタイトルだとおめでとうクリスマスということで、今回はですね、シンプル簡単バージョンのみで、英語バージョンと日本語バージョンの2バージョンでやってみようと思います。これはね、楽しいんですけど、この英語バージョンはやっぱり英語ですからね、ちょっと難しいんですけど、日本語バージョンだったらこれね、もう家族でみんなで歌えると思いますよ。はい、やっていきましょう。この曲ね、ちょっとキーポイントありまして、ワンブロックに3回弾く3拍子というリズムをの曲でございましてですね。ここがちょっとポイントになっています。これもしっかり解説していきますんで、ぜひとも動画最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高。こういうクリスマスソングもね、聴いて、こうやって歌うのも楽しいですけど、自分で演奏して歌うと、仲間と一緒に歌うとか最高ですよ。どんどんやっていきましょう。でも私音楽やってみたいと思ってたんだけど、チャンスが今までなかったんですよ、という方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど、難しくて挫折しました、みたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う、弾き語りができるっていうプログラムがこのガズレレにはあるんですよ。このね、ガズレレがもうめちゃくちゃわかりやすくて簡単で、どんどん上達できるんで、今全世界中で何十万人もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクを、ここら辺にリンク貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、本当にあっという間にいろんな曲がすぐできるようになりますからね。はい、じゃあこのプログラム、ここにリンク貼り付けておきますよ。皆さん、ここから始まります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そのリンク先には、今までガズが取りためてきたこの世の中にある、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で、めちゃ簡単に弾いて歌えるようにしている弾き語りのレッスンと課題曲もすでに1700曲以上、もう優に超えてますからね。今日みたいなクリスマスソング、たっぷり取り上げております。他にもどんなクリスマスソングがあるんだろう、もう簡単な曲目白押しですよ。ここにリンク貼っておくんで、他のクリスマスソングもどんどんチャレンジしてみてください。さあ、それではやっていきましょう。今日はね、日本語バージョンと英語バージョンの2バージョンということなんですけど、最初に日本語バージョンからやってみようと思います。さっきも言いましたけど、ワンブロック3回弾く3拍子ですからね。はい。そこら辺をね、ちょっとご注意、ご注目ください。それでは日本語バージョンの方から、おめでとうクリスマス、やってみる。ワン、ツー、スリー、せーの。Merry Christmas の日本語バージョン、おめでとうクリスマス、ガズレレ簡単バージョンでやってみました。いいですね、クリスマス感がもう炸裂でございます。でちなみにこのね、おめでとうクリスマスというあの歌詞なんですけど、俺日本語バージョンでも
結構いろいろバリエーションがあって、ちょっとね、いっぱい出てきたものにちょっとやってみたんですけど、これからね、もう一個英語バージョンをやろうと思うんですよね。でね、今回ちょっといつもとパターンを変えて、このまますぐに英語バージョンもやってみようと思います。で、英語バージョン終わった後に、ちょっと細かい解説に入っていこうと思いますんで、はい、この後、英語バージョンの方のデモ演奏やってみますと、こちらも当然3拍子でございます。ちょっと構成は変わってます、英語バージョン。やってみる !1、2、3、1。でん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  We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas こっちはやっぱりね、英語の方がやっぱ聞き覚えありますよね。We wish you a Merry Christmas. We wish you. これの方がやっぱ、だけどこれ英語でここのとこは歌えるんですけど、他のとこ結構すげえ難しい単語ばっかり出てきてびっくりしちゃったんですけど、ゆっくりやれば、大丈夫じゃないかなというふうに思います。そして今ね、日本語バージョンと英語バージョンとデモ演奏してみたんですけど、どちらかこうチャレンジしたい方を YouTube に合わせて、まずは練習開始してください。コードと歌詞出てますからね、何回も何回もこう見ながら練習していただいて、1個目のゴール設定はガズレレ YouTube の、動画と合わせて弾けるようになったらもう1個目のゴール達成だと思います。はい。じゃあそこまでできた方おめでとうございます。じゃあ次のステップは何かというと、次はですね、ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、でもさすがにね、歌詞とコード全部すぐ覚えちゃうっていうのは難しいでしょうから、まずは楽譜を見て練習していくのがいいと思います。英語版も日本語版もない、もう反復練習なんですよやっぱり。で、自分の中に落とし込んでいって、いずれはね、ほんとクリスマスパーティーでね、家族とか仲間の前で本当にみんなの目を顔を見ながらこうやってワイワイ楽しくできるようになるといいと思うんですけど、はい、まずは楽譜練習していきましょう。でも楽譜ってどこにあるんですかってことになると思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、まず自分でこのノートに書き出して、こういうのを見ながらね、今演奏していったんですよ。で、これね、今、もうちょっとしたら、こんな風に画面に大きくとして、みんなもこんな風に書き出してね、やってみたらいいよということなんですけど、今、めちゃくちゃいいサービス始まってますよ、皆さん。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の We Wish You a Merry Christmas の曲を含む、ガズが手書きで書きまくっている、もう膨大なノート楽譜のもうストックがあるんですよ。これがデータとなっていまして、たっぷりあります。その中から皆さんがこの曲面白そうやってみたいなという曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけの
のいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくこれ一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、村作りとして動いてますね。はい。これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズ、ここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中でガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。はい、それではまずはね、日本語バージョンの方からちょっと楽譜見ていきましょう。はい、ここにもさっきから何回も言ってますけど、3拍子ですからね、ここ、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、こんな風に弾いていきます。で、ここご注目、ここ、FFG7 って書いてあるでしょ。ここはね、FFG7 ってこう、3回弾いてください。だから G7 が最後の1回弾くってことですね。Am, Am, Am, FFG7, C 伸ばす。こんな感じですね。はい。で、このね、構成もね、英語バージョンと日本語バージョンで微妙にちょっと変えたんですけど、どちらにしてもショートカットバージョンアレンジなんで、もっと長くすることはできるんですけど、これ、このパートをですね、入れ替えて、ロングバージョンにできるということでございますんで、ちょっとやりたいバージョンがもしあったら、ガズの このコードと歌詞を参考にして、やってみてください。はい。じゃあ、こうやってまず映しておきます。まずこの1番と、こんな風に今、日本語バージョンでは分けてます。それで、今からこれを一時停止して書いてもらいたいんですけど、それかね、今も紹介させてもらった、ガズクラブに入ってもらったら、この楽譜ダウンロードできますからね、ぜひこっちもダウンロードも、有効活用してください。この点でリズムを測ってます。おめでとうクリスマス、おめでとうクリスマス。3拍子なんでね、ちょっと特徴ある歌に。はい。じゃあ、一時停止でこうやって書いていってください。で、ここ1番やって A やったら、ここ見て、もう一回1番やって A やるよということですね。で、繰り返して、してまた今度、ここになります。これ、2番ですね。はい。おいしい、おかしい、おいしい。はい。これやったらここにも見て、また A やって、A ってここですからね。はい。で、もう一回、B。ここや、あ、2番もやって、ここに繰り返して。そしてまた最後1番。ここ、おめでとうやって終わったというのがガズレレオリジナルアレンジになっております。これ様々なね、アレンジがありますんで、ちょっと皆さんの、一回ちょっとガズレレで練習してもらって、自分でアレンジして、いただくのがいいかなというふうに思います。はい。で、これコード進行は同じで、英語バージョンの方もちょっと今からやろうと思うんですけど、英語バージョンはまたちょっとね、構成が違ってます。はい、こっちがね、We wish you a Merry Christmas、イングリッシュバージョンですね。はい。ここら辺もコード進行一緒。コード進行それぞれのパートは一緒なんですけど、構成がちょっとね、変えてみました。まあでもこれちょっと、歌詞がさ、すごい、やっぱ早いんですよね。We wish you a Merry Christmas、はい、こんな感じになってます。英語だからちょっと読みづらいかもしれない。こっちもね、興味持って書いてください。で、ここ見て、かける2ということで、さっきは日本語バージョン1回だったんだけど、こうかける2でやったりとかですね、してます。こんな感じ。まずはこんな感じでメモっていただいて、はい。そしてここね、こことか、めちゃ早口ですよ。こことか。ここな、Oh, bring us some foggy pudding. ここ、イーズレーンですよ、この、プディングのところ。はい。ここやったら、ここもかける2回やったら、また A に行くんで、またここに戻る。A っていうのはここですね。good tidings we bring に戻るんですけど。で、ここ終わったらまた今度、丸3。ここも言いづらいんですよ。we won't go until we've get some。この、めちゃ早口。ここだけでこんな難しい早口言葉を入れてくるなみたいな感じです。これでもね、あ、欧米の方ではこれ歌ってるんだから、キッズもね、すごいなと思いますけどね。はい。そしてこれをやったら、ここにも書いてありますよ。2回繰り返して、また A に戻るわけですね。A っていうのはここで、ここですよ。はい。そして、最後また1繰り返しってことは、1って、ここですね。We wish you a Merry Christmas。それが、こんな構成がガズレレオリジナルアレンジバージョンとなっておりますと。はい、じゃあちょっと出てくるコード。これは日本語バージョンも英語バージョンも全く一緒ですからね。共通です。読んでいきます。
Cm-FD7G7E7Em7、 これはね7個コードがあるんですけど、これガズレレ必須コードという入門コードのグループですから、皆さん安心の入門コードですから、初心者の方でもできると思います。これです、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、あのね、入門コードなんで1個ずつ見たらそれぞれねめちゃくちゃ簡単なのなんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとね、頭ごちゃごちゃになるんで、私がそんな方のためにめちゃくちゃわかりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃういい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんで、ここの動画見てもらったらね、10個のコード楽しく覚えられますからね。今日はそのうちの7個で、やってみましたということでございます。はい、そして日本語バージョン英語バージョンのもともにですね、弾き方なんですけど、3拍子、これ3拍子でもシンプルで、ちょっとこの We wish you a merry Christmas、 ここのコード進行出しますよ。そうすると We wish you a merry Christmas、ただ3回弾いていくだけなんですけど、だけなんですけどと言いながらも、その中でも強弱をつけてノリを出していきましょう。こんな感じ、タン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 、最後の最初の一発だけ強くするとかいいと思います。タン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 、 Wish you a merry Christmas、こんな感じ、ゆっくりね、最初の1個目だけ強くすると結構ノリが出ます。タン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 、ゆったり感、このなんかこう、この曲独特のふんわりゆったり感出す。ちょっとこれ早くなっちゃうと歌も難しいし、だからゆったりがいいと思うんですけど、なかなか3拍子でリズムキープ慣れないとちょっと難しいかもしれないですけど、ゆったり気分でこう体を揺らしながらやっていきましょう。日本語バージョンの方はいいと思うんですけど、英語バージョンはさっきも言ったように言葉めっちゃ詰まってきてますからね。 Oh bring some foggy pudding、 Oh bring some foggy puddings とか、We won't guarantee we get some, We won't guarantee we get some、 言葉早いなみたいな、しかも繰り返しになるんでね、なんかそれ考えてるうちにリズムが乱れて早くなっちゃったりするんで、なかなかこれはね、リズムキープ、なかなか英語バージョンの方は英語に気を取られてるうちにリズムが早くなっちゃいがち、難しい方がリズムが早くなっちゃうと、この不思議な感じなんですけどね。はい、これをゆったりとできるようにトライしていきましょう。この曲ね、クリスマスパーティーで弾けたらなんかこうちょっといい感じだと思いますよ。はい、取り組んでいきましょう。さっきも、お伝えしたんですけど、クリスマスソングガズレレでたくさん取り上げています。簡単な曲いっぱいあるんで概要欄にも貼っておきますので、ご覧になってください。そしてお知らせなんですけど、はい、このいつもガズが使ってるこのウクレレなんですけど、これガズのわがままウクレレ、これはガズモデルで、ウスレレっていうモデルなんですけど、これを含む今ずらーっと並んでるこのウクレレたちの予約販売注文が、再開されます。いつから再開になるかというと、明日ですね、2021年12月22日のお昼ちょうどに、開始されます。ベトナムで作られている我がの、ま、ガズのわがままウクレレシリーズは予約販売です。一番上にあるガズの初めてウクレレは、これは即販売ということで、開始されますので、ぜひともここにリンク貼っておきます。ここにウクレレ情報たっぷり載ってますんで、ご覧になってください。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リッドミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単
単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、アマゾンとか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、まだそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高、ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。